わーに来た。で、わーに来ました。ね。おお、皆さん、ね。回ってらっしゃいます。よいしょ。失礼いたしました。こんな素敵な音楽の。なんか猫ちゃん、素敵。チル、ホストクラシカルアンビアございます、猫ちゃんもいましたよ、中に。おう、そうですね、アコースティックサウンドで、これ知らない。そしてここは、はい、真夜中の空を映した街明かり浮かぶ星屑、また抱いて消えて落ちるか、君に会え夢見ている巡り巡る時間の中、日常を忘れるように手の日に中を燃やし尽くすリンゴは。次にやってまいりました。よいしょ。何してもいい。
かわいい。マッチョ。
てる。それは俺のことさ、これで俺はロシア側とさ食えない染まる負けなかった途中が食い汚れ死なずしの肌上がり下がる。なるほど、しぐちゃんついでに録画してる。そう、あ、でも配信はもうコリゴリだからしないんだけど、うん、そう、後で見て良さそうだったら。もう高速で回、もう全部回っちゃったここは。いいだけ。私高速で回る。うん、いいで合流できるかな。そう、高速回る。いいに行きます。痛み止み可愛いさ。なら何でもできちゃう。あ、なんか可愛いアバターさんが。こんにちは。すごい。おいしそうに言っちゃったら、そのイカさん、そうですよ、俺ですよ。おいしそうとか言っちゃいけないですよね。はい、こんばんは。こんばんは。めちゃめちゃいいな、そのアバター。ありがとうございます。そう言っていただくのは嬉しいですね。自作ですから。あ、そうなんだ。こういう系をお作りになってるんですか。はい、いや、これ一発ですね。あ、ほぼ。本当に？私なんか昨日なんだっけ、はい、はい、どうぞどうぞ。いつか。いや、本当は他のやつも作ろうと思って、もうブレンダーしたくなくなって4ヶ月経っちゃったから、アバター制作者と名乗るのは嫌だなっていうことです。お話し返します。いや、私は、ブレンダーやるやるとか言ってて一回も開いたことがないっていうか。だから素晴らしいです。はい、イカを作れるなんて。はい、いいかもねってことです。いいかもね。あ、ごめんなさい、招待。あ、ごめんなさい。イカさんにフレンドになってもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。嬉しいです。中なんですか？さっきまで、あちゃ会っていうイベントにて、日曜日の昼間のやつですか？うん、そう、それです。1回か2回お邪魔したことがあります。ありがとうございます。じゃあ、私も。ありがとうございました。このバウを回っていきます。はい、自分もこのまま回って、今もう一回行ってきます。ありがとうございます。失礼します。はーい。ちゃんが来ました。
土砂降りってことでしょうか。目が覚めて最初に覗き込む世界で、おはようってつぶやくのが見えたかな。心の奥が隠した君の夢を信じ、
ね、突然話しかけられてはまったの可愛さ、爽やかさ、空気なし、ウサギ感があるよね、パンダ。これも好きです、私。よし、これはバンドサウンドとエモさと疾走感。ダブステ、あ、ダブステップのハードスタイルオキストラ。できないんで。こんにちは。じゃあ、これはな。タイニーさん。本日は収録拍手で。こんにちは。どうもどうも。よかったら聞いてください。あ、ここの。はい。はい。ジャズ、スムース、爽やか。うん。今、その、配信はしてないんですけど、ちょっと録画をして配信じゃないけど、はいはい、後で流そうかなと、公認配信者はやってるんですけど、ちょっと朝トラブっちゃって、うん、配信しようと思ったら落ちまくるっていうトラブルがあって、で、なんかもう怖くて録画にしようと思って、そうなんですよ。うん、なので、ライブ配信じゃないんですけど、流そうと思ってるんですけど、お姿映っちゃっても大丈夫ですか？はいはい、あ、全然大丈夫ですよ。じゃあちょっと、むしろ映させてもらった方がいい。はい、この方が。いいですか？すいません。ね、はい。お魚のね、どうも、こんにちは。作者の方がいて。はい、そこで作者が言います。はい。作者の方も、そう、されてるんですか？はい、僕が曲作って、で、僕がこの作家作ってますね。うん。で、あとの他のピアノとかドラム、ギター、ベースも、僕のバーチャルミュージシャンのお友達に頼んで、全部生演奏でやってもらってます。生演奏でね。うん。生いいですね。私、もう出展はしてるんですけど、うん、
その、うん、生の人になかなかね、頼むの難しいんで、うん、まあ、なんちゃってで自分で全部打ち込んで、うん、まあでも、歌とハーモニカは自分でやってるんですけど、うんうん、他はハーモニカもできるんですね。ハーモニカと歌なんですよ。すごい、うん。いやいや、すごくはない。サクソフォンすごいです。なので、私も、作詞作曲して、うん、リバークの会場に出してるんですけど、うん、はい。うん、いいですね。私あんまり。今ちょっと後で見に行きますね。あ、うん、B の2番です。リバーブの。B の2ですね。OK です。はい。はい。ね、ジャズ大好きなんですけど、なかなか自分でね、ジャズって、あ、そうなんだ。作れるのがあんまり作ったことがなくって、まあ、うんうん、挑戦したいなーって。なかなかほら、生のね、ベースとかドラムを生でお願いできないから、うん、結構、このグルーブというかね、うん、ジャズっぽさがこう、打ち込みではどうしても難しくって。うんうんうん、なので、なかなかね、細かいの難しいですよね。うん、うん。なので、まあね、今、無料っていうか、ね、ちょっと、月々有料のサブスクのループ音源とかね、うん、そういうのをこう、うん、駆使してやるかなというところ。うん、うん、ジャズ大好きなんです。歌はね、スタンダードのジャズとかは歌うの好きなんですけど。あ、そうなんですね。すごい。なかなか。いや、ちょっと珍しい気がしますね。あ、そうですか。いや、都内のなんか、うん、あんまり厳しくないライブハウスとかに行って歌ったりとかするの好きなんですよ。あ、いいですね、いいですね。うんうん、怖いのはちょっとね、怖い。怖いところは、うん。怖いとこ、怖いとこありますもんね。あります、あります。めちゃめちゃあるから、その怖いところは避けて、そうそうそう、あったかいところに行って、主に、うん、歌わしてもらったりはしてるんです。うん、あとか、ハーモニカもね。いや、うん。うん。いや、めっちゃいいと思います。うん。またね、どこかで、うん、リアルでもお会いできたら、セッションしましょうね。そうですね。セッションしたいですね。ね、はい。なんか、バーチャルで演奏とかはするんですか？それは、まだできてないんですよ。うん、昨日と一昨日、うん、ブイケットのオープンライブはやったんですけど、まだその、いろいろシンクルームとかそういうのがやり方がわかんなくって、私少しずつやるので、はいはいはい、とりあえず今回はもうトラック作っちゃって、歌もハーモニカも込みでもう作っちゃって、それを流して、まあ、こうやってるっていう感じにしたんですね。でも、先ほどなんか、お会いした方が、やっぱりちょっと音楽、VR チャットとかでやってる人で、うん、あ、こういうとこに行ったら、そのシンクルームとかそういうの詳しい人いっぱいいるから、教えてもらえるよっていう情報をさっきもらったところで、そう、なんだっけ、水曜日のゆるなんとか、そう、さっき教えてもらったその、うん、そこに、あとは日曜日のアチャ会は行ったことあるんですけど、なんか、こういう、ね、音楽の人が集まるところに、うん、結構ね、最近いっぱいありますよね、そういう場所。うんうんうん、そう、いろいろあると思うんですけど、うん。有名なのだと、ね、土曜日の SLT とか、日曜日の玉浦さんとか、結構規模が大きくて、そう、人がね、うん、たくさんいっぱいいますね。うん、主にどちら行かれてます？ああ、そうですね。僕は、さっきあんまり出れてないんですけど、うん、前は結構 SLT とかでやってましたね。SLT とか、タオユラさんとか。うん。そっかそっか。いろいろあるんですね。私もまあ、ちょっとずつだから、うん、さっき教えてもらったところに行って、また、知り合い増やして教えてもらおうと思ってます。うんうん。せっかくお会いして。いや、でもね、ライブできただけで、すごい第一歩ですよね。いや、もう本当、ワールドが素晴らしかった。おめでとうございます。うん、フレンドいいですか？あ、もちろんもちろん。うんうん、お願いします、ね。ぜひ。ね、せっかくお会いしたので、ね。またよろしくお願いします。音楽の仲間だからね、なんかどこかでまたお会いするかなと思います。うん、はい。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。こんにちは。おー。
ばんは、これ、コアタイム中。こんばんはだ。こんばんはだ。こんばんは。そうですね、今、チャグナパータイム中でお店番してます。ですね。ですね。近すぎると思ったら、やっぱりでした。この曲は、あ、クラシック。どんな雰囲気を決めてしまったんですか？そうですね、この曲は、まあ、タイニーサマーって題名なんですけど、お互いなんか夏のある日にこう自分の好きな街を探索するような気分で、まあ、線を想像して、はい、楽しい。自分の好きな地域を詰め込んだって感じです。すごい壮大。壮大な感じが、私なんか。フィールドがいいな、ライブ行ったりとか、うん、あとはね、ライブとか、うん、お散歩とかも、してくれたらめっちゃ嬉しいですね。いや、なんか、結構子供の頃からジャズは親の影響でよく聴いてたので、なんというか。ああ、そうなんですね。すごいですね。なんか、英才教育。違う。いや、うちの父が好きで、いつもドライブ時計流してるんですよ。だから、あと聞き馴染みのある。サンドやなと思って第一印象で、うん、そう、もうちょっとこう古めのジャズが好きなんで、ちょっとそんなテイストに、そうなんですか、うん、だから楽しい、なのでなんかいいなと思って、なんか前回のような進化になりました、よかったです、すごい、ガフィンがあってですね。ここに配信ありがとうございます。いろいろと。いえ、私、朝やろうとして失敗して落ちまくっちゃったんで。いや、なんか、やろうと思ってくれたけど、ちょっとね、これまでね、何回か配信やってくれてありがとうございます。録画です、今。録画。あ、録画なんですか？そうだったんですか？そうや、なんかあの、あれ前々回のミュージックブイケットぐらいの時に、はい、あの、なんだっけ、うん、初心者、うん、なんとかでお世話になりました。そうですね、初心者案内の方、僕の方で。はい。そう、あの時はもうちょっと背が高い。それ以来なのかもしれない。背が高い。あ、今はちょっとちっちゃいですけど、多分ね、あの、こっちの方でしょ。いや、こっちの方が今はメインで使ってるんですけど、今はちっちゃかったわけです。でしょ。いやー、そうかそうか。なんかもうすっかりもう。でも帽子で分かったって。あれなんかいろいろ背中にこんなのありましたっけ、はい、すごい。ついてたかも、前もついていいかなとは思うんですけど。そう、改めて見てみて。まあ、なんかもう、その時はなんか、ベガチャット始めたてで、もう多分、ね、頭に入ってこなかったと思うんですけど。なんかもう、なんか、いろいろ聞いたと思う。久々にちょっと、いやでもなんか久々に会ったらもうなんか、ドエシンさんめちゃくちゃ VR チャットもう馴染んでて、もうなんか、普通にプレイしてるなぁと思って。いや、メンバーにいろいろね、どんだけやってんの VR チャットっていつも怒られてるぐらい、お前が悪いんですよ、本当に。いやー、そうでしたか。いや、なんか、まあ、全然問題なく、こう、ワード倒すんでいいように見えたから、さっき後ろちょっと見せたんですけど。昨日、一昨日、ライブもやらせてもらって、すごい、ね、感謝してます。うん、なんか、だって、ミュージックビケットがないと、そんなこと絶対できないから、なので今回、嬉しい、ありがとうございます。ミュージックブイケットを称える歌を私、出演したんですよ。聞きました？ね、聞きました？リバーブの B の2に。ちょっと待って、もう一回確認していきます。リバーブの、時間あるからね、リバーブの B の2。で、ミュージックブイケットのために作った曲なんですよ。いや、昨日一応聞いてはいて、ただ、もう一度今の発言を持って、もう一度聞きたいなと思って。
あとね、その機能リバーもあったんですよ。6カ国語入ってんですよ、6カ国語。バーチャルリアリティ。そう。それめっちゃ映え、当ててください。そう。私、あ、わかりました。仕事がちょっと国際的な仕事なんで、とか言って。え、かっこいい。いや、かっこいい。かっこいい。日本語教師なんです。憧れる。日本語教師なんです。あ、そうなんですか。うん、もうじゃあ、めちゃくちゃ大事ですね。日本語を世界にして教えるために頑張ってるんだ。うん、そのためにも、VR チャットを使って、いろいろね、とか、あの、ウィケットクラウドも今、なるほど、すっごい注目してるんですけど。うんあ、ありがとう。いや、あれ作っ、ここまでなんか、嬉しい。嬉しい。作りましたよ。あの、初心者なんとかで、はい、あの、床と壁と、うんうん、絵を貼って。ありがとうございます。マイブイケットですね。はい。そうそうそう。あの、あれ、マイブイケットありますからね。っていうんだったっけ、うん、あの、いや、一から作るやつ。うん、ユニティ立ち上げて。あ、それは多分ね、ブイケットクラウドですね。あ、そうそうそう、ウィケットクラウドで。ありがとうございます。いや、でも、はい、皆さんのおかげで、あの、すっごい教えてもらって。あれで、でもそこで止まってるんだけど、まだその先行ってないんだけど。いや、なんだろう、もうなんか個人的にはとてもこう感無量というか、なんだろう、あんまりまだたくさん利用者いないから、使ってるんですって声をここで聞けると思うね。そう、生で聞けると思わなくてちょっと感動してしまう。嬉しいです。そうですか。いや、もっとね、一緒にね、なんかやれるチャンスがあったら、うん、私また参加します。あ、ありがとうございます。いつでもね、あの、オープンに開いている場所なんで、はい、まあ、うん、勉強とか、あとは遊びとかにぜひ利用してください。あの、自分の活動とかね。うんうんうん、はい。楽しく使わせてもらいます。ありがとうございます。はい。了解です。ありがとうございました。ちょっと待って、僕、ちょっと次用事があるので、また抜けるんですけど、うん、いや、お話してよかったです。はい。私、お会いしましょう。これ、録画してるんですけど、おしゃべりとか大丈夫ですか？あ、今はおしゃべりですか？うん。別に大丈夫です切る録画だから、言ってないので録画だから、そう、はい、全然言ってないです。はい、あの僕の方のね会話内容は全然あの載せていただいても全然構わないので、あのそこはお姿は大丈夫ですか。お任せいたします。この方でした。僕は大丈夫です。あのフリー素材みたいなものなので。フリー素材。フララさんに久しぶりにお会いしました。ありがとうございます。じゃあね、いろいろ。自然に丈夫に。はい。ありがとうございます。また。ありがとうございました。民族。民族帳。エモーショナル癒し。次は？ですね、いいですね。ちょっと聞けないけど。急に変わる。急に変わる。いいですね。そして、これが、ファンタジークラシック。うん。あ、うん、ピアノの調べがね。いいですね。ピアノ弾けるの羨ましいです。よいしょ。ファンタジークラシック。繊細な少女。少女み。
さんいろんな方がいらっしゃいますね、にぎわってます。私も自分のブースにね行けばいいのかなって気もしますけど。ゲーム音楽、ケルティック、民族音楽、聞いてみるわ。かわいいポップさね、ちょっと民族調で来てますね。ファンタジー、民族ヒーリング、心地よさ。間違えたけど、逆に、その、金庫が実際になるぞ。
お、ISS さんですの。うんうんうん。作ったって聞いたし、うん、そうそう、ね、トラさんも今度作ってもらうんだ。そうなの？なの？どうとか、あれマヤちゃんのお願いして、お願いしようと思ってるからさ。あ、なるほど、言ってたね、言ってたね、そういえば。これは BGM？ こんにちは。わあ、ここはいっぱい人が集まってる。ねえ。ここを目指して皆さん。ねえ。すごい賑わってる。出展されてるし。してます、してます。でも、自分ところにはいないで。あ、お願いします。なるほど。今は、ライブ配信じゃないんですけど、配信を、今朝ちょっと失敗しちゃったんで、録画をしようと思ってきたので。なるほど。そう、5回ぐらい落ちちゃったんです、配信中に。あ、そんなに落ちちゃったんですね。多分なんかケーブルの接触とかね、そんな落ち方だった。なんかいきなり真っ黒みたいな。あれ、そっから2ヶ月頑張れた。ビビビとかじゃなくて、そう、パーンって。でも今は大丈夫だけど、怖くてもうライブ配信はできないと思って。そうなんです。皆さん入っちゃっても大丈夫って言われる。あ、マイク遠いね。あ、たぶんそうだった。うんうん、バンバン、このにぎわいも、になってくれるのが一番かな。バンバン、バンバン、最終日だし、そこのブースの人です。あ、本当に、なんかピアノのやつでしょ。私が、あ、ピアノ、そう、ピアノいいなってね、言ってたんです。ありがとうございます。なんかちょっと配信じゃなくて録画をしてて、そう、それずっと感想を言いながら回ってたんですけど、うん、なんか、そう、あー、ピアノいいなとかさっき、ちょっと言ってたんですけど、本人が。ありがとうございます。私、向こうで出店してますね。向こう、回ってきたよ。ほぼほぼ、抜けてなければ。33、そこも入った。じゃあ、近いうちに動画あげますんで。多分変な踊りをしてると思う。もうなんか、1日目、2日目はなんかコメント1個ずつ言ってたんだけど、だんだん、あ、今日は踊りにしようって。あ、ハロハロー。踊りにしよう。そう。草いいな。草になりたい。ローランさん、めっちゃ顔わかんない。草。ヤさんこんばんは。表情わかんない。わー、やった。すごい人気の感じ。いいですね、草って。あんなほどやこのリスナーさんです。面白い。草面白いから。草面白いから。草面白いから。
ますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ある意味、振りがいい数字だ。この方なんですね。ありがとうございます。いえいえ、もともとよく聞いてたので、サラさんの曲は。聞きたいのはいけないのか。ありがとうございます。スラリスさんっていう方があるんですね。スラリスさんの方が。ね、ここに、ここに、この人がいらっしゃる。プロフィール大事ですからね。どしっかくだから。やっぱ嫌なこととか。はい。いらっしゃいまーす。じゃあ私が31です。はい。そうだね。またちょっと。ハンパラパタの方行こう。じゃあ、真ん中に出すか。このね、ワールドを過ぎるとね、このカメラの位置がよいしょ変わっちゃうっていう現象。今日はね、ちょっとこういうねえ、この細かい、ね、細かいところもこう、見たいですよ。あ、確か、何か、これだったか、ブースの後ろにあるやつだったか、なんかね、無料で配信じゃない、無料でダウンロードできますよ、なんていう 3D モデルが。そういう、太っ腹なことをおっしゃってたような気が。